トランペット奏者のマミヤンこと中尾マミです。今回は月に一度のお楽しみ、韓国で大人気のジェルネイル、オホーラを使ってセルフジェルネイルをやっていきたいと思います。本物のジェルネイルがシールになっていて、ネイルサロンのようなツヤ、立体感が低価格で楽しめる、コスパ最高の本格ジェルネイルです。前回やっていたネイルをオフしたばかりなので、爪の長さと形を整えて、まずは下準備を丁寧にやります。地爪の美しさも、綺麗にネイルをするコツ。今回は三日月と夜空をモチーフにした日本限定デザインを選びました。たくさんのデザインから選べるのもオホーラの特徴の一つ。さあ、今回はどんな仕上がりになるのでしょうか。早速行ってみましょう。まずは箱の中身を見ていきます。中からはネイルシールと消毒用のプレップパッド2枚、ネイルシールや爪先を整えるファイルと、浮きを押さえたりオフするときに使うウッドスティックが入っています。一箱で2回もジェルネイルが楽しめて、なんとお値段1692円。これはリーズナブルです。こちらのジェルランプは初回に購入した時に無料でついてきました。この光に当てると一気にジェルが硬化します。不思議ですよね。
これで終わりでも全然可愛いんですが、私はぷっくりしている方が好きなので、さらにトップジェルを塗って再度硬化していきます。ネイルの持ちも良くなるのでおすすめです。さて、いかがでしたか？爪が可愛いと気分も上がります。次はどんなデザインにしようかな。皆さんもぜひ試してみてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。トランペット奏者のマミアンこと中尾マミでした。バイバーイ。